再開いたします。静かありませんか。一番松田君。お騒がせしました。ちょっと質問の仕方がまずかったようなので、一遍趣向を変えてやってみます。自治基本条例作成委員会条例の問題点について伺います。公募市民に応募できる人は一部の限られた人、これはやっぱりいろいろ公募してやると思うんですけども、それは一部の限られた人を、時間と体力がある人、暇がある人、そういう人しか市民と言われても理解、参加できないと。で、公募市民の選考過程が公表されるのか、経歴、応募申し込みの内容、思想信条が個人情報を理由に公表されない、その内容の信憑性を仕事確かめる能力も持ってない、ブラックボックスで選ばれた委員が市の条例策定に関わること、問題点はないか。そして、委員になる人は市民から何の信任も得ていない。選挙で選ばれたのは市長であり、議員である。で、それに対して、いわゆるよく最高法規と、自治条例は最高法規と言われるそうですけれども、そういうものに市民の信任を得ていない議員、市長以外の人が作っていいのかということ、それから市民がこれを知っているのか。で、まず条例を作るかどうか市民に周知すればよい。部課長が時期尚早と言っているのも、やはり理想とするものがあっても条例、この条例でしなければならんというような必要があるのかな。市当局が一つ一つの課題に対して市民のご意見を伺う、そういうことはやっぱり大事だとは思うんですけど、最高法規として条例で決めてしまうというのはどうなんでしょうね。で、まず市民の範囲というのも、橋本市民から他の市民にも広げるというような傾向、橋本、今のはその具体例としてですけれども、作った市町村は、自分の市町村の住民以外にも、そういう市民という範囲を広げるというような傾向もありますけれども、これも危険で、住民自治という地方自治の本旨から言えば、危険であると思います。いわゆるプロ市民とかいうて、今、あちこちで騒いでるんですけども、市民でない人が市民だ、市民だって言って入り込んでくる危険もある。それに対してどうかと。で、それと市民のに説明をしなければならない、市民が説明を求めるということがよく言われてるんですけども、今だったら説明を求めてもその範囲とかそういうことについて市独自の裁量でこれは認めた方がいいと、公開する、説明する、これは今したら具合悪いなというふうに判断して市の裁量で やられてますけれども、多くの自治条例におきましてはそれは裁量の範囲じゃなくて、私は市民だから説明するというふうに書いてあるだろうと、だから説明してくださいよと、いろんなことで説明義務がここにあるでと言われたときに、市は本当に対応できるのか、範囲、説明の範囲についてもね、内容についてもやっぱり非常にいちいち判断するのは困難ではないんでしょうかね。それで
市民市民と、まあ、あの言われますけれども、市民って私たち議員20人も市民です。その市民の後ろには何万票という市民の支持があって出てきてる。それで決めてくださいという話なんですけれども、今度市民が参加して何かをやると決めるというときに、たかだか100人以下の人が入って、あるいは50人30人かもしれない、その後ろに影響ある人が1000人2000人いたとしても、やはり議員は議会でみんなで議論して決めるんだと。市民として参加する人は誰か、どういう基準で市民として出てくるのか、決めた人はどんな責任を負うか。議員だったら選挙で叩き落とされる。しかしここに参加した市民は何の責任も負わない。それもおかしな問題ではないんでしょうかね。ちょっとすいません。いやいや、ちょっと大きくね、危惧するところは、説明責任を果たせ、いや参加させろ、どの範囲で参加させるか、極めて微妙な問題で、裁量権を、その今の点についての裁量も縛り込んでしまうと。何でも市民参加、何でも意見を聞け、そうなったら橋本氏の市政は円滑に執行できますか。混乱をいたずらに招くだけではないんですか。その辺どういうふうに考えですか。一番、答弁願います。鈴木教室長。どのように考えるかということなんですけれども、質問全般にわたりまして、質問の論点というのが少し分かりにくかったんですけれども、基本的に今いろんなですね、この自治基本条例に関する問題点をなりをですね、議員さんなりの問題点というのもいただきましたので、そういったことも参考にですね、この委員会の方でですね、いろいろ議論をしていきたいというふうに考えております。今この場においてですね、この内容についてですね、私がどうのこうのと言えるそういう立場ではないというふうに考えております。一番、松田君。内容云々じゃなくて、これを作ることによって市政の停滞を招かないか、混乱を招かないかと、そこがやっぱりね、大きな私心配しているところなんですよ。市長。はい、松浦議員の質問にお答えをします。私は全く市政の混乱は招かないというふうに思っていますし、昨日も一般質問の中で、答弁させてもらいましたように、やはり、これからの時代、市民の皆さんに協力をしていただかないと、この市政運営はやっていけないのかなというふうに、思っています。昨日もお話しましたように、なかなか職員も退職しただけ採用できるという状況ではありませんので、職員の負担も重くなっていくということも十分考えられますが、市民の皆さんに協力をいただくことによって、職員の負担も軽減できていくのではないかと、そしてまた市民の皆さんの声を反映することによって、新たな取り組みというのもできてくるのではないかというふうに思ってますし、これによって、市民の皆さんの義務であったり責任というのが明確されるわけでありますし、私は別に問題が市政を混乱を招くということは絶対にありえないと思いますし、いろんな問題もそれはあると思います。でもこれから作っていく中で、今回はその策定委員会に対する条例です。
で これから本当に議論を深めながらシンポジウムも開きながらこういうことを作っていきますよというふうに進めてまいりますし、またこれから作っていくということでありますし、その市民っていうのがこうどんどん広げていくわけでもありませんから、ただ当時に来ていただいている例えば企業に協力を求めることもそうでありますし、まあお勤める方もおられますし、まあ、みんなでこの橋本市を盛り上げていこうというふうな考え方のもとで、作っています。まあ作るまでは職員にとっても負担かも分かりませんが、作り上げていけば職員ももう少し、行政に自分の専門分野の方に集中できることも考えられますし、また地域包括ケアシステム、この質問もたくさん議会ごとに出てきますけれども、これとて市民の皆さんの協力をいただかないと地域づくりであったり健康づくりであったり介護予防というのは職員だけで進めていくこともできませんし、防災の面においてもひょっとしたら私たち自信があってそこへ急行できない日々は1週間以上続くということも考える中で、そういう時には自主防災会の皆さんに申し訳ないですけれども、私らが行くまで自分の地域を守っていただけますかっていうふうな、そういうことをしていくという意味で、今後とも行政と議会そして市民の皆さんと一緒にこの町づくりであったり行政運営をしていこうというふうにしていこうとは思ってますし、先ほど言われた市長と議会で決めるというようなお話もありましたけども、今現状議会の皆さんの基本条例の中でその市がやる部分についての参加というのは制限をされておりますし、そこへそしたら市議会議員の皆さん何人か入ってもらえますかということであって、いやこれやったら入りますよということであれば、そこに市議会議員の皆さんという条項も入れてもいいわけですから、ただ自治基本条例ですので市民の皆さん抜きで物事を考えていくのは逆にどうかなというふうに思っています。で私どもも今地方創生の中でも、今までの役職経験者ではなくて若い人たちの意見も取り入れるような取り組みも始めておりますので、今後、まあ、自治基本条例進めていく中で、議会の皆さんからもいろんな意見をいただければいいのかなというふうに思っておりますので、ご理解よろしくお願いします。他にありませんか。内容ですのでこれをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第11号については総務委員会に付託いたします。日程第17、議案第12号橋本市デイ条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。質疑ありませんか。8番坂本君。はい、所得税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴うこの一部改正ということなんですけれども、この、 条例を読んでいても、まあ、正直何のことかさっぱりわからないんです。申し訳ないんですけど、でそれでポイントとこの、中身のポイントと、でそれとこれが改正されたことによって橋本氏に対して、まあ、どのような影響というか、まあ、があるのか2点についてお尋ねします。清水役部長。はい、それでは議案第12号、橋本市税条例の一部を改正する条例について、ちょっとポイントということでしたので、簡単に説明申し上げます。
平成27年11月26日に日本と台湾との間で租税条約に相当する枠組みを構築するため、所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための公益財団法人交流協会と後関係協会との間の取り決めが署名されました。法改正は平成28年度税制改正の大綱中、この取り決めに規定された内容の実施に関する国税の取り扱いに準じて所要の改正を行うものです。今回の改正では特例適用利子等および特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例について附則第20条の2を新設し、開設前の附則第20条の2、条約適用利子等および条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例がこの新設に伴って1条文ずれ、附則第20条の3になります。これらの規定は一つの条文が非常に長くかつ順用読み替え規定も多々あることから、具体的な例をお示ししながらご説明させていただきます。まず附則第20条の2第1項では、例えば日本国居住者が台湾の民間金融機関から利子を得るような場合、改正前は日本では所得税 15% と住民税 5% の計 20% が課され、台湾では基本的に 20%、 合計で 40% の課税がなされていたところ、改正後は日本国内の居住者に対し 20% で課税できるにも関わらず、日本での源泉徴収税額が 10% しか課税されないため、残りの 10% を課税するための法整備がなされたので、この分を確定申告により所得税 15%、 県民税 2%、 市民税 3%、 計 20% として課税することとなります。その結果、日本においては改正前と同額が台湾ではゼロになり、合計 20% が課されることとなります。ただし、この金融機関が台湾の中央銀行などの特定の公共的な機関の場合は源泉徴収税額が非課税になり、この場合も確定申告により所得税 15%、 県民税 2%、 市民税 3%、 計 20% が課されることとなり、その結果、日本においては改正前と同様の課税が台湾ではゼロになり、合計 20% の課税となります。また第2項では、特例適用利子等を有する所得割の納税義務者について、その総所得金額等に特例適用利子の額を含めることおよび調整控除等を行う場合、算定する所得割の額にこの課税の特例に基づく所得割の額を加えることを定めています。第3項では、日本国居住者が台湾の民間の投資者ファンドに出資し配当を得るような場合にも第1項と同様の特例が適用されることを定めています。第4項では、第3項の配当所得について総合課税ではなく分離課税を適用するのは申告書にその旨の記載があるときに限ることが定められています。第5項では、特例適用配当等について分離課税を適用した場合、第2項における特例適用利子等と同様に同外特例適用配当等を有する所得割の納税義務者について、その総所得金額等に特例適用配当等の額を含めること、および調整控除等を行う場合、算定する所得割の額に、この課税の特例に基づく所得割の額を加えることを定めています。次に、附則第20条の3は従来からある条文であり、内容的には変更はありませんが、文言の表記、方法について所要の改正を行うものです。それと、先ほど市への税収への影響ということでご質問をいただいたんですけれども、日台民間租税取り決めでは今回の条例改正で取り上げた利子、配当所得以外にも不動産所得、事業所得、譲渡収益、報酬、給与所得についても取り決めがあります。
それぞれ、それらの所得についてこれまで日本国和歌山県橋本市で課していた所得にかかる税を台湾で課すことになるケースも想定されており、これに伴い橋本市の市民税が減る可能性もありますが、軽微なものではないのかなと思われます。以上です。他にありませんか。内容ですのでこれをもって質疑を終結いたします。お分かりいたします。ただいま議題となっております議案第12号については会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議の人を認めます。よって委員会の付託を省略いたす、省略することに決しました。これより討論に入ります。討論することはありませんか。討論が内容ですので討論を終結いたします。これより議案第12号橋本市税条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議の人を認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。日程第18議案第13号橋本市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑が内容ですので質疑を終結いたします。お分かりいたします。ただいま議題となっております議案第13号については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。討論することはありませんか。討論が内容ですので討論を終結いたします。これより議案第13号橋本市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。日程第19議案第14号橋本市廃棄物の原料化資源化及び適正処理等に関する条例及び橋本市廃棄物の原料化資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑がないようですので質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第14号については総務委員会に付託いたします。日程第20議案第15号橋本市道路占用料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑がないようですので質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第15号については経済建設委員会に付託いたします。日程第21議案第16号橋本市児童遊園設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑がないようですので質疑を終結いたします。お分かりいたします。ただいま議題となっております議案第16号については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。討論することはありませんか。討論が内容ですので討論を終結いたします。これより議案第16号橋本市児童遊園設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。日程第22議案第17号橋本市簡易水道減災基金条例を廃止する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質
質疑はないようですので、質疑を終結いたします。お分かりいたします。ただいま、議題となっております議案第17号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。討論することはありませんか。討論がないようですので、討論を終結いたします。これより議案第17号、橋本市簡易水道減災基金条例を廃止する条例についてを採決いたします。本案は原案の通り決することにご異議ありませんか。ご異議の人を認めます。よって本案は原案の通り可決されました。日程第23議案第1号平成28年度橋本市一般会計補正予算第4号についてを議題といたします。これより質疑を行います。便宜補正予算説明書により歳出から鑑別に行います。補正予算説明書の平成28年度一般会計補正予算第4号の14ページをお開きください。まず一巻議会費14ページから15ページ質疑ありませんか。内容ですので次に2巻総務費14ページから21ページまで質疑ありませんか。14番岡君。はい、すいません。17ページの1、報酬で、自治基本条例、策定委員報酬、11万2000円上がってるんですけれども、これは人数と先ほど の委員の資料では20名程度という中で書いてあったんですけど、これは、もう20名を想定した、金額でよろしいでしょうか。政策局室長。はい、基本的にはその通りです。でただまあその中からいわゆるまあ行政の関係の担当者についてはまあ報酬はございませんので、まあその分は20名以下となっています、はい、他にありませんか。11番田中君。はい、17ページ、転入の補助金の件なんですけれども、これは今の見込みで大体今どれぐらいの件数が来てて、さらに今これ補正するということはこれぐらい増えるであろうという数字の方大体でいいので教えてください。経済推進部長。平成27年度の申請状況から平成28年度の当初は20件を想定しておったわけなんですが、すでにもう20件の申請がありました。まあ、そういうことで、この年度末までの間に、8件のですね、追加の申請があると考えておりますので、その8件分の今回補正となります。他にありませんか。内容ですので次に3巻民生費、4巻衛生費、22ページから33ページまで質疑ありませんか。8番坂本君。31ページの、清掃総務人件費の時間外勤務手当なんですけど、割と見てたら時間外勤務手当この減らしてるところも多かったんですけども、ここでは700万円の増と、結構大きな増額になっているのでこの説明をお願いします。総務省。この補正につきましては、当初予算で480万円計上をしております。その480万円を計上しておりますけれども、保険衛生総務費、このページの上段にあるんですけれども、人件費がその職員の時間外分を計上漏れとなっておりました。そのため、700万円を計上させていただきました。ただしこの時間外の補正につきましては他の間で増減の補正をしておりまして、時間外全体の数字では変更はしておりません。以上です。他にありませんか。12番堀内君。はい、すいません。27ページの、小中学校医療に
要する経費なんですけども、まあ一般質問でも何回かこういう関連で質問、させていただいて要望を挙げて継続中やと思うんですけど、まあ、進捗状況をお伺いしたいんですけど、何の進捗状況かと申しますと、まあ医療費が上がっているんでここに補正したっていうのはよく理解できるんです。で今後こういうことが、まあ、大なり小なりまた変化が来ると思うんですけど、一般質問でのその要望は、小学校のその医療費ですね、県に対してよその他自治体と連携して、まあ、2分の1の、補助金なり、和歌山県全体での、県に対する要望を、まあ連携してやっていく、要望していくっていうことを、まあ、ご答弁いただいてたと思うんですけども、それの進捗状況とで、進捗状況ですね、何回ぐらいどういうふうな議論してどういうふうに要望したかということを教えてください。健康保支部長、すみません、ちょっと資料的には持ち合わせておりませんけれども、私の記憶では、いわゆる全国市長会を通じての要望でありますとか、ですね、あと、県等には、私がいておるわけですけれども、和歌山県の都市福祉事務所長会議であるとか、まあ、そういうようなところを通じて要望をしておるという状況でございます。市長、はい、折々次の質問にお答えをします。まあ、現在県下の市長、旧市で市長会があったり、また市町村長会議等がある中で、まあ、そういう県知事に対する要望は挙げていっております。ただ、現在の県の姿勢っていうのは、小中学校の医療費っていうのは市町村の単独施策であるということで、なかなか県がそこの部分を補助するのは難しいというのが県の、まあ、知事の見解で、ありますので、まあ、引き続き、要望はうちども2分の1になれば非常に、楽になってきますので、引き続きの要望はしていってますけども、なかなか県もそれの予算付けっていうのは難しい今現状のであります。12番堀内君。市長、御自らありがとうございます。で重ねてお伺いするんですけど、まあ、小学生の医療費はっていうことだと思うんですけども、その就学前の医療関係は、県からトップダウンという言葉がふさわしいなのかどうかわからないですけど、まあ、100% 補助で内訳財源が、市町村に2分の1やったと思うんです。その2分の1も、まあ、並行して、まあ、県 100% 持ってくれへんのかいよとか、そういうふうな要望も僕してやったと思うんです。その議論についてはいかがですか。健康福祉部長。実はそれも含めて、まあ、要望はしてまい、っております、ただそこまで至っていない返事はいただけない状態が、まあ、今まで至っておるということです、おっしゃられる通り、乳幼児については2分の1、まあ、県の補助事業として、まあ、動いているというふうなことで、それの適用を受けて、まあ、2分の1はいただいております。それと国等に対してはですね、やはり子育てはいわゆる国の責任でという趣旨のもとから、財源措置をしてほしいというふうなことで要望しておるという状況です。他にありませんか。内容ですので、次に3巻民生費、4巻衛生費、内容ですので、次に6巻農林水産業費、7巻商工費、32ページから37ページまで質疑ありませんか。14番岡君。はい、すいません、ちょっと2110の宿利温泉癒しの湯整備に要する経費で、11節の需要費、修繕料45万8000円、これはまたあれかな、水中ポンプかなんかの掃除の費用ですか。経済推進部長。
実はこれは宿利温泉癒しの湯の玄関の脇のですね、土間コンクリート、舗装した通路になっておるわけなんですが、そこの、表面は鉄筋コンクリートやったんで全く問題ないように思っておったんですが、その底がですね、約 1.5 メートル ×1.5 メートル、深さ50センチで、土がなくなっておりました。そういうことが分かってきたんで、早急にそのコンクリートを掘って、採石を埋め戻して、またコンクリートをしたいと思っております。当然地下排水の関係でこういうふうになってきたと思っておるんですので、そういった排水工事も合わせてやりたいと思っております。当然そういうことが分かってきて、からは通ってもらわないようにしっかり、策なんかをしておりました。以上であります。他にありませんか。17番井上君。37ページの弁部長教えといてほしいんやけども、記念品代あるやろ、2250万、ブランド推進室で37ページの、その記念品っていうのは、2250万っていうのは、その地元でいろいろなもんを購入するんやろうけど、基本的にどんなもん予定っていうことないけど、どういう、もんを予定して購入する、予定ですか。公平にいろいろなもんを、地元の特産品とかそんなもん、考えとんやろうと思うんだけど、どんなもん、主なもんをちょっと、2200万だ、かなり金額大きいさかいの。おいしい。3月までか。3月までやと思うんだけど、いっぺんちょっと教えていてよ。経済推進部長。この内容につきましては、古畑と橋本応援寄付金のですね、寄付いただいた方に対しての返礼品の商品を、記念品と表現しておるわけなんですが、大体寄付いただいた額の半分の額で、送料も入れてお返しさせていただいております。そういうことで、ネットとか紙ベースのパンフレットを作ってですね、その中から約80点ほどの商品から選んでいただいております。人気の商品としては、最近は当然柿であったり、で夏のブドウ、桃、こういったところがこの橋本市産品として非常に人気が高かったです。ふるさと納税寄付金がありがたいことに前年度を約 20% ほど上回ってきておりますので、その寄付金が4500万円増えることに対しての返礼品ということになってまいります。以上であります。他にありませんか。12番堀内君。はい、17番議員と同じところでちょっと関連でお伺いします。そもそもふるさと納税というのは当たりというか、ある程度その市長の施策である市外県外に発信していく PR というのはドストライクで、私も本当に敬意を表するものであるんですけど、で経済推進部長におかれましてもかなり汗をかいていただいているというのは感謝申し上げるところなんですけど、ただここでちょっと初心に戻ってお伺いしておきたいのが、右肩上がってきて、そこそこの成績やというふうに思うのは私らだけなんではないかなということで、大体本市はどれぐらいの目標設定額、例えば今1億近くいってると思うんですけど、設定金額がその高い安い低いというのは他市の状況を見たときに自分らがどの位置におるかというのは別として、橋本市はどれぐらいの金額を目標にしてて、で今後、納税していただく、寄付をいただくのとはまた別で、発信する側、お返しの商品に対してどれぐらいの、広げていくかということ、2点目にお伺いします。で3つ目はそれに対してブランド推進室のその担当課は僕が見る限りオーバーワーク気味に感じます。そこら辺の補充をどうするか、この3つをお伺いします。経済推進部長。まずふるさと納税寄付金の目標額なんですが、今年度に関しましては今のまでの実績から、当初の
7500万円から1億2000万円、まあ、大きく目標を上げております。まあ、これはその今の状況であればそういう状況になってくるんであろうかという、そういう、まあ、高い若干高い目標であるんですが、上げております。参考に申し上げますと、11月末時点で申し込み件数が4267人、申し込み金額ですでに6600万円を超えております。まあ、そういう状況の中からこの12月がやっぱりその税金の控除の関係で勝負になってまいりますので、今月しっかりやっていきたいなというふうに思っております。まあ、先日ちょっとメディアでも話題になっておった同じ県内の有田市がですね、今年度4億超えたということで非常に驚いたんですが、まあ、次の質問にもその返礼費にもかかってくるんですが、若干有田市についてはその地域産品でないものもどんどん返礼品としてお返しさせていただいております。ただ橋本市はですね、あくまでもこういった特例的なふるさと納税の国策についてはいつまでもあるとは思っておりません。いろんな地域からですね、まあ、これはもう本当に地域振興につながっておるのかっていう、そういうクレームもどんどん国の方には届いておるようです。で、まあ、ある程度次元的になってこようかと思ったときに、これが終わった後ですね、地域産品をこの間にしっかり PR することによって、たとえこのふるさと納税、返礼品をお返しすることがなくなってもですね、直接今度事業者や店舗の方に、まあ、商品であればお金出してでも買いたいよって、そういうその戦略を考えておりますので、あくまで橋本市に関しては地域の産品にこだわっていきたいと思っております。ただ先だって北海道の留萌市と地域連携を結びまして、まあ、海産物を中心に5品目ほどお互いの交換しておるんですが、まあ、そういった地域連携ということで、同じような気持ちの自治体がですね、少しずつだけ、まあ、補完し合いましょうということで、これからもそういうふうになってこようかと思うんですが、あくまでもその、まあ、地域産品に、基本的にはこだわっていきたいなと思っております。それと3番目 の、 そのオーバーワークではないかというお話ですが、確かにこの時期は先ほどお話しさせてもらったように、この一番11月12月っていうのはこの税金の関係で非常に大事な時期です。若干オーバーワークになっているような私も気はしておるんですけど、いろいろ市長からもいろいろその人事に関していろいろ配慮をいただいておりますし、いろいろそのワークシェアしながらですね、他の部分の担当であってもこの時期だけはこれにできるだけ携わっていただきたいなというふうに、まあ、そういう中で、まあ、対応していきたいなと思っております。根島堀内君、ありがとうございます。まあ、全体はよく見えていると思いますし、市長もそこには重きに置いていただいているように思いますので、まあ、そのオーバーワークというワードに関しては、まあ、経済推進部長の采配に期待するところであります。 で、まあ、できるだけ目標をね、その勝ち負けはないんですけど、聞いた感じで言うたらうちも4億5億って言うてみたいですよね、答弁でね、はい。まあ、そこらも分かりますんで、一応、まあ、そこらお願いすると同時にふるさと納税を通じて発信していって、 その後のことをそこまで考えているんであれば、決算委員会でも申し上げたように流通云々っていう確保とブランド推進数が今後どういうふうに飛躍していくかっていうことも視野に入れて、まあ、要望させていただいて、はい、答弁結構です。よろしくお願いします。他にありませんか。10番森下君。35ページ、1908の有害鳥獣対策に要する経費の報奨費ですね、が111万5000円、結構増えておる、有害鳥獣が増えておることに対してのことだと思うんですが、その辺もう少し詳しく教えていただければと思います。経済推進部長。まあ、平成28年度の当初の予算をかけていただいた時点では、これはその鳥獣別で、その予算提案させていただいておるのではなくして、まあ、捕獲の方法ですね、罠であるか、銃であるか、でアライグマに関しては、基本的に、まあ、これ檻で取りますんで、まあ、罠になると思うんですけど。イノシシ、シカ、サルの罠部門で、当初は540頭、
で10部門で60頭で、アライグマについては200匹を見込んでおったんですが、すでにこの今の現時点で、罠の部分については585頭で、銃については69頭、当初の満額になっております。それとアライグマについては241頭、実は、まあ、予算不足になっておるんですが、この実際取っていただいた方の報酬については、まあ、支払いを待っていただいておるようなそういう状況であります。まあ、そういう状況から年度末までに、罠については596頭、銃については69頭、アライグマについては270匹まで、補正提案させていただきたいなとおります。すでにですね、漁期に入っておりますので、今取られとる部分についてはこの鳥獣駆除期間でありませんので、そういった報奨品をお支払いすることはないです。この漁期は3月15日までです。でそこから4月1日までの間は安全のための鑑賞期間ということになりますので、今年度に関してはこれ以上の報奨費、実績以上の報奨費は上がってこないと思います。まあ、アライグマは別ですけど、まあ、そういうところからこの提案をさせていただいております。ちょっと鳥獣別にも出ておりますので報告させてもらいますと、平成27年度でイノシシは482頭であったのが592頭で、シカは45頭であったのが63頭、アライグマに関しては205匹であったのが241匹すでに捕獲されております。まあ、そういう状況で非常に増えてはおりますが、猟友会中心にしっかり捕獲していただけとると思います。他にありませんか。13番谷君。37ページの、企業誘致に要する経費で、企業誘致対策基金積立金2518万8000円、おそらくこれは土地の売買だと思うんですけども、この基金の積立金、合算でこれを足すことによって、どのぐらいありますか。経済総務部長。すみません、少しちょっと資料確認させていただいて、後ほど報告させていただきます。ここにありますが、2番石橋君。先ほどの有害鳥獣35ページなんですけれども、まあ、たくさんの数が捕獲されておってという報告は聞くんですけれども、その根本的な計画の部分で、大体近隣に害を及ぼすエリアの中で何頭ぐらい生息しておって、年間何頭ぐらい増えていってるから、やっぱり毎年これだけの数は減らしていかないと増える傾向ですよと。だからこれ以上減らしていくとだん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 減らし、個体数が減っていくんだという、その根本的な計画というものが、まあ、いつも知りたいなと思いつつ、その辺の報告がまた聞かせてもらってなくて、それでちょっと話はずれるんですけど、企業誘致の新しい開発で平野山内放置山林がアセスに入って、その工事説明会にこの間ちょっと参加させていただいて、調査の部分で、生息動物の調査も、調査対象であるというふうに、まあ、説明があったので、有害鳥獣と言われている部分のエリアヘクタールあたり何頭ぐらい生息しててねと、で 1年間でどのぐらいやっぱり生まれてますよぐらいの資料までは出せるんですかという説明を入れたんです。その結果がもし出たら有害鳥獣対策の部分で非常に有効なんで、その資料をこっちと共有させていただけるようなことは無理ですかという提案も してみたんですけども、まあ明確な答えいただけなくて、とりあえず有害鳥獣対策に関して計画の部分をちょっとご説明いただきたいんですけど。経済政治部長。まあ県もですね、非常にここには力、知事も入れていただいて、できるだけ支援いただいているわけなんですけど、参考に申し上げますと、平成27年度のこの耕作地の被害面積が
38.33 ヘクタールでございました。でこれ全体の、まあ、耕作放棄地とか休耕地を除いた、今耕地しとる橋本市の面積が1580ヘクタールありますので、大体全体の 2.4% がこの被害面積となります。で金額にしまして、昨年平成27年度は1398万2000円の被害がありました。で26年度の被害金額というのは1333万円で、この、被害面積であったり被害金額についてはあまり大きく増えてないんですね。それに比較してこの鳥獣の捕獲数というのは非常に増えてます。で逆にこれ何をが分かるかというと、しっかりその鳥獣害を捕獲できておるからこそ被害面積も増えてます、あまり増えてないし被害額も増えてないというふうに私どもは今のところ判断しております。まあ、これはね、これは、何か特効的な、その特効薬的なその対策があれば非常にいいんですけど、これはもう本当に県も困っておりまして、電柵のその電柵をしたとしてもイノシシなんかは下を潜ってきますし、賢いイノシシであれば頭から入ると鼻が感電するんでお尻から入ってくるって、そういうイノシシもいてますし、鹿に関してはジャンプして飛んでいきます。それが一時その電柵で、まあその1年間来なくなったとしても、またそのより知恵をつけて翌年同じような形になるなってしまうような状況です。まあ、そういったところから今はもう本当に捕獲すること以外なかなか、特効薬的なことがないので、まあ、これにしっかり、力を入れていきたい、まあ、支援をしていきたいというふうに考えております。2番石橋君。というか答弁が違うんですよ。ただ被害があるからやめくもに予算つけてまた来年もつけなあかんねんじゃなくてね、何頭以上減らしていかないとこの問題は将来収束に向かわないんだという把握ができてますかと。だって予算つけてても 実数個体数が増えとったら無駄な金になるじゃないですか。だからやっぱり無駄な金をちょっとでも減らすためには増えていくような状態じゃなくて減っていくような状態までの毎年予算運営をするんだったら何頭ぐらい減らさなあかんのですかという計画を持ってますかという趣旨だったんですけどね。経済推進部長。まあ、議員のお正しについてはよく私ども理解しておるんですが、有田市のみかん畑、これも中山間畑で非常に傾斜地が傾斜地であるのにかかわらず、個人で作をしたところ簡単にまた入られるんで、この村1円の畑を、まあ、5軒ほどの畑を一気に作したようです。まあ、これも1年目はすごく成果が出て問題はなかったんですけど、2年目ぐらいから何箇所からか入るようになってきて、結局今また元へ戻ったようです。で私どももこのどこまで減らせばこの問題が解決するかっていうことについては、今はどちらかというとどん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 増える傾向にありますので、まずこの個体数をこれ以上増やさないようにっていうする部分がですね、一番その対策かなというふうに考えておりますので、これをやめてしまえば当然鳥獣が増えていきますし、その被害も大きくなってこようと思います。まあ、そういう意味でしばらくこういう状況を維持していくことはもうやむを得ないというふうに判断しております。他にありませんか。経済推進部長。先ほど企業誘致に、活動に要する経費で、今回、企業誘致1件分2518万8000円がこの基金へ積み立てさせていただく分で、まあ、補正させていただくわけなんですが、合計で現在7億3500万円の基金残高が約7億円残っております。以上になります。
伊佐丸君、いいですか。他にありませんか。内容ですので、次に8巻土木費、9巻消防費、36ページから43ページまで質疑ありませんか。14番、岡君。はい、何度もすいません。39ページの、2507、公共下水道事業特別会計繰り出し金、これ、一般会計からやと思うんですけども、323万かな、これは、28番の繰り出し金ですね、これは内容、どういったものでしょうか。上下水道部長。大変遅くなって申し訳ございませんでした。公共下水道特別会計の繰り出し権、これ323番でございますけれども、歳入で、繰り出し金、最初が、294万4千円、一般会計への、会計からの繰り出金を除きまして、294万4千円、で歳出がですね、1千トンで、88万6千円がございました。それと職員人件費で、471万2千円ございまして、323万円が不足したということになりましたので、特別会計収入不足分として、323万円を繰り出しを行っております。14番、岡君。すみません、はい、じゃあ、それ、なぜ不足したんでしょうか。上下水道部長。あ、すみません。上下水道部長。歳出の方が多くなったということになりましたので、歳出の方で、地方消費税の繰り出しの方が多くなったということになりましたので、323万円足りなくなって、特別会計の方から、特別会計収入不足分として、323万円を繰り出していただいているということになります。指摘してください、もう少し。いや、消費税分で不足になったっていうのは、どういうことなの。いや、最初、どういうこと、それは、なんかこう、収入が増えたら足らへんことないですよね。もうちょっと分かりやすく、ちょっと分からない。はい、上下水道部長。この消費税でございますけれども、消費税につきましてはですね、28年度、支払うという形に、27年度の、消費税につきましては、26年度の、前年度の消費税の、決算からこう、計算をしまして、消費税の額を算出をしてくるんですけども、ちょっと非常にこうちょっと説明がこう難しいということにもなっていくんですけども、結局どうなるんですかね、消費税の確定申告が、28年の、9月に行っていくような形になります。それで、消費税自体は前年度の消費税の額に応じて実績に応じて消費税を納めていくという形になるんですけれども、支払い額が確定するのが28年9月という形になりますので、消費税と地方消費税についてはですね、先ほどお話しさせていただいた通り、前年度の消費税額を参考に計上している関係上、今回9月の確定申告となったために、12月補正において、今年度支払う消費税を補正するという形になります。
ちょっと非常にちょっと説明がまずいような、分かっていただけないような形になるんですけども、まあ、そういう説明になります。他にありませんか。内容です。この際、午後1時まで休憩いたします。